今回は、効果量が判明したルミナスシリーズについて見ていきましょう。12本すべて確認するのはさすがに時間がかかりすぎるので、今回はよく話題に上がっていた5本について紹介します。まずは、水銃のフレズベルグです。この武器は、ルミナスシリーズの中でも1、2を争う化け物性能をしています。まず、水属性キャラの余ダメージ10万上昇&ダメージ上限 10% アップのスキルを持っています。この余ダメ上昇はワムデュスナイダリアと枠が同じなので、ついにワム槍が編成から抜けることになりました。その代わりに、火力に特化した耐災請求やガリレオサイトを多く入れることができ、さらに、クリ確定も容易に達成できます。また、主人公の通常攻撃の余ダメが 30% アップしつつ、ランダム4ヒットになります。4分割されるということは、それらすべてに余ダメ上昇が乗ってくるので、主人公だけ飛び抜けたダメージを出すことができます。一方で、第3スキルで連撃率が 100% ダウンするというデメリットもあります。しかし、サポアビで TA 確定しているポセイドンやゼタは問題なく TA が発生しますし、水ギルシオ3アビで確定 TA を付与した場合、これも問題なく TA が発動します。さらに、武器種が銃なのでソルジャーで持つことができ、水ギルシオ3アビを主人公につけておくと、フルファイアで6発叩き込んだ後、リロードからの通常攻撃も TA が発動し、主人公だけで大幅にダメージを稼ぐことができます。しかも、バレットはライフル弾を6発入れることができるので、この前実装された最強のバレットによって、さらに火力を伸ばすことができます。また、SA 発生時追撃が付与されますが、効果量は8割らしいです。次は、土剣のフルンティングです。主人公が常時2回行動できるようになる時点で強いのですが、なんとグローリー1アビで主人公に1ターンの攻撃大幅アップが付与されます。効果時間が1ターンなので、当然2回行動両方ともに乗ってきます。また、ターンダメージを受けると追撃1回が付与されますが、ジークフリーと探検を入れることで達成でき、付与される追撃は 30% と言われており、かなり強そうです。次は、風槍のロムフェイヤです。メインに持つだけで確定 TA& 通常攻撃がランダム3ヒットになり、さらに、味方全体で40ヒットした場合、主人公に攻撃大幅アップが付与されます。この攻撃大幅アップですが、攻撃力が 15% しかアップしないらしく、上限を叩くのは結構厳しそうです。実質毎ターン発動するので、仕方ないといえば仕方ないですが、それでも十分な強さをしていると思います。次は、光拳の裏面金色の層です。光属性キャラの通常攻撃の余ダメが 30% もアップするので、レスラーのメイン武器として超優秀です。一方で、今は光レリバが主流ですが、レスラー編成の方が墓地数が少ない分早いので、環境によってはこの武器を採用したレスラーの方が強いということも十分考えられます。最後は、闇斧のエレシキガルです。奥義効果では、魚叉のチェーンのように、後続の闇キャラに再攻撃を付与できます。そして、バトル開始時奥義ゲージ 100% アップ&2ターンの間奥義が即時使用可能なので、3ターンの間同じムーブが可能です。ちなみに、奥義即時使用可能は延長不可なので、ヨムスボルグで延長はできません。その代わり、ベルセルク1アビのボンバも合わせることで、4ターン奥義を打つことはできます。そして、通常攻撃の余ダメージ 30% アップ、通常上限 20% アップという、破格の性能であることが判明しました。通常上限って 20% アップまで行くんですね。勝手 20% が上限だと思っていました。アビ上限はマイナス 40% されていますが、通常攻撃がこれだけ強化されているならば火力は問題ないでしょう。ということで、今回は、効果量が判明したルミナスシリーズについて見てきました。私は、水銃と闇斧が欲しいですが、年末年始は一旦様子見しようと思います。取る予定の武器がある人はコメント欄に書いてみてください。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは。